次はヴィンテージラブ。これはアレンジを梅津さんにお願いしました。錆びついた鍵を差し込み、5万目の扉を開ける。無機質が街に溢れる。味気ない暮らしにはうんざり。その目指すサウンドの方向性としてはね、これも本当に昔から好きだったトム・ウェイズの Small Change というアルバムに入ってますが、 Step Right Up という曲があります。そういう曲を一応参考に聴いてもらいまして、ね、ドラムが江藤義人さんです。歌詞的には、まあ、デジタル時代へのアンチテーゼといいますが、ヒューマン、マンパワーで、その人間力というのを歌いたくて、ね、人間参加になってるんじゃないかと思います。頑張ってるから頑張りなって言わないよ、シシ。時代は変わった。ちゃんとしてるからちゃんとしなって言わないよ、いい。君はもう9曲目「言わずもがな」という歌です。これはアレンジを勝子君にお願いします。サウンド的にはケルトミュージック、アイリッシュサウンドを目指してほしいということを伝えましてね、まあでも今までも「片身のフォト」ですとかね、そういう歌もやってますし、賑やかなサウンドをお願いしたんですが、歌詞的にはこれは私の娘、石橋静香をテーマに歌った歌です。今まで、親父やおふくろの歌はありましたが、今回初めてね、自分の子供のをモチーフに、歌を書いたわけですが、これもほとんどこれはもう日常会話がそのまま歌になったっていうことです。家に帰ってきて再会して、また帰り際、頑張ってるから頑張りなんてもう言わないからねっていうふうな、よくそういう言葉をかけてました。まあそういう意味でね、まあ、それぞれ子供たちが大きくなったっていう喜びと、またその頑張ってっていう言葉がね、例えば阪神・淡路大震災の時にね、頑張ろう日本とかっていう言葉がありましたが、被災された方からすると、いや俺たちは頑張ってんだよってね、ということで、なんかそういうこう一つ、言葉に対してのやり取りがあったように思います。ですからなんか自分のせいじゃなくてね、その天災だとかそういった災害でこう被災された方にこう頑張れ頑張れって言っても、その本人たちに対してなんか非常にこうプレッシャーを与えるようなこともあるんじゃないかな。それも多分時代の変わりじゃないかなと。という意味でそういう思いを込めて書いた歌がこの言わずもがなです。これも皆さんと一緒にライブで盛り上がればなと思っています。今回のニューアルバム「オーライラ」最後の曲です。ドクター鉄、これはアレンジを和彦君にお願いしました。まあサウンド的には中東のサウンドが入ればなっていう思いでね、いたらバイオリンの太田さんがその中東のサウンドに非常に詳しいということで、いろんなことを教えてもらい、そしてそれを音としてね、今回レコーディングで入れてくれました。歌詞は皆さんもご存知と思いますが、医師の中村哲さんですね。哲さんは2019年アフガニスタンで凶弾に倒られて、
倒れられてもう亡くなって3年が経ちますが、私はその哲さんのドキュメンタリーを NHK の E テレで毎回のように見てました。もともと医師としてね、アフガニスタンで医療に従事されてたんですが、そのうち白衣を脱いでね、問題はその傷や病気を治すこと以前に大きい問題があるということで、食料危機、飢えや、そしてまた水を何とかしないかということでね、自ら先頭に立って川からその、灌漑事業ですかね、用水路を作り、そしてその全く何もなかったその砂漠の地に農作物を植え、そしてまた木を植え、できれいな水を皆さんに与えて、当時65万人の命を救ったというふうに言われています。非常にその哲さんの功績を見てて非常に感動しましたしね、そしてまたこれを何としても歌として次に語り継いでいきたいということでこの歌を作りました。タリバンが制圧した後ですが、哲さんの肖像画が描かれていた壁があったんですが、その壁も消されたということです。であればなおさら歌として残していきたいというふうに強く思いました。そういうことを今回レコーディングスタジオでメンバーみんなにそういう思いを話して、みんなも非常に共感してくれてね、そういうことでそれを実際それぞれの楽器で表現してくれてると思っています。中村哲さん、本当に現代の誇れる日本人だったと思います。先日四国の高知にねプロモーションで行った際に、新聞の若い女性記者でしたが、哲さんこそ国葬にすべきだということを言ってました。本当にいいことを言うなと思いましたし、私も全く同感です。この歌もね、皆さんの心に届くよう願っています。東京以外はライブは約3年ぶりとなります。タイトルはこのアルバムにも入ってます、 Keep in Touch、 今回のアルバムの新曲とそれから旧曲ですね、昔から歌ってきた歌を織り交ぜながら皆さんと一緒に、いろんな状況あるかもしれませんが、いろいろ知恵アイデアを絞りながらね、本当に皆さんと一緒に楽しいライブを目指していきたいと思います。では会場でお会いしましょう。石橋亮でした。